さあ、その攻守方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。九州熊本マーベリックス、相手陣18ヤードからサーダウン2、サードダウン、ファーストまで残り2ヤード。パス成功、パス成功、パス。クォーターバック5番プレイアクションからワイドレシーバー83番にパスを通し攻撃権更新です。九州クワッドマーベリックスファーサー、見事にパスを通しました。クォーターバック5番は吉村、取りました。ワイドレシーバー83番は吉村です。クォーターバック吉村は大阪教育大学出身、元富士通フロンティアーズの OB でもあります。さあ、マーベリックスは相手陣11ヤードに入りましたのファーストアウンテン、ここでホイッス、チームタイムアウト、救出ことマーベリックス。ここで九州熊本マーベリックス前半2回目のタイムアウトを行使しました。九州熊本マーベリックス、ここが重要なポイントとなりましたが、ここで2回目のタイムアウトを行使します。アメリカンフットボールでは前半後半通じて各チーム3回ずつのチームタイムアウトを取ることができます。九州熊本マーベリックスタイムアウト。九州熊本マーベリックス前半2回目のチームタイムアウト。さあ、タイムアウト届けまして試合再開です。九州熊本マーベリックス相手陣11ヤードからのファーストダウン点、ゴール前10ヤードよりファーストダウン。パスインコンプリート、パス不成功。クォーターバック5番プレイアクションからエンドゾーンをめがけてパスを投じんとしましたが、翔英ディフェンスカバーよくこのパスは結果的に投げ捨てる形で終わりました。九州熊本マーベリックスパスを投じましたが、ダウン1つ変わりまして1回目の攻撃セカンドダウンに変わります。失礼いたしました。タッチダウンまで残り10ヤード。九州熊本マーベリックス相手陣11ヤードからセカンドダウン点、ファーストダウンまで残り10ヤードです。ボロン相手陣11ヤード、ここでモーションしてきたレシーバー33番にボールを打たせジェットモーションスイープ、33番相手のディフェンスを見てデイライトし約5ヤードほどゲインとしています。託されましたのは九州熊本マーベリックス33番のヒロ、九州工業大学出身のプレイヤーです。ルーキーです。マーベリックスサードダウン、ファーストダウンまで九州熊本マーベリックス相手陣6ヤードからサーダウン5。ファス不成功。ラストダウン、これクォーターバック1中央に散り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーよしと判断し投げ捨てる形でこのプレー終了としました。ダウン代わりフォースダウンと変わります。九州熊本マーベリックスラストダウン、フィールドゴールを狙う模様です。九州熊本マーベリックスフォースダウン、ファイフィールドゴールではエンドゾーンにボールを持ち込むかキックによる3点狙います。キックで決めますとその半分の3点が与えられます。九州熊本マーベリックスどうだ、キックは惜しい、このキック失敗、フィールドゴール失敗となりました。結果的にこのシリーズ無得点となりまして、テイクオーバーだ、攻守交代となりまして、翔英に攻撃権変わります。翔英ブレイザーズ自陣20ヤードからの攻撃へと変わります。九州熊本マーベリックス非常に見事な攻撃シリーズでしたが、このシリーズ結果的に無得点に終わりました。なんとかしのぎまして翔英攻撃権を奪います。
ショウエイ自陣20ヤードからファーサーンテ。ショウエイブレイザーファーサーン。パスを到着しましたが、香川よしと判断しスクープ、緊急発進のランプレーでゴヤードゲインに変えています。非常に絶妙な判断でゲインとしましたのはクォーターバック2番の山西です。ショウエイブラザーズセカンドダウン5、ボールオン自陣25ヤード。ダイスです。ここでランプレーを投入しましたが、ここでマーベックス40番が切れ込むように上がりまして、このランプレーを2ヤードのゲインで留めております。しかし九州熊本マーベックス固いディフェンスに九州熊本マーベックス40番は無敵でした。ショウエイブレイザーズサードダウンファーストまで残り3ヤード。ショウエイブレイザーズサードダウン3、この距離を何で突破を図りました。キャリア29番、しかしそこにマーベリックスディフェンスが上がりまして、このランプレーを阻止、フォースダウンに変わります。萩原達也選手左奥に展開しましたが、九州熊本マーベリックスディフェンスライン11番佐々木雅人選手がタックル2ヤードの6。ショウエイフォースダウン5、パントフォーメーションを取ります。ショウエイブレイザーズラストダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。ハーフウェイを越えた地点でボールで整いまして、攻守交代となります。攻撃が変わりまして、九州熊本マーベリックスに変わります。ハーフウェイを越えましたので、その地点でボールで進まり、九州熊本マーベリックスの攻撃へと変わります。九州熊本マーベリックス自陣45ヤードファーストダウン。九州熊本マーベリックス自陣45ヤードからファーストダウン10。ランプレーから入りました。ランニングバック37番、ランニングバック37番ハンドオフから右オフタックル付近につきまして、約3ヤードのゲイン。失礼いたしました。ランニングバック32番、岡田厚夢選手。失礼しました。ランニングバック32番の岡田でした。熊本大学出身。ここでホイッスル、負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。ここでレフリータイムアウト。それまでの得点はショウエイブレイザーズが7点、九州熊本マーベリックスは0点です。レフリータイムアウトを取りまして、レフリータイムアウトを取りまして試合再開となります。ファーストまで残り7ヤード。マーベリックスセカンドダウン7。
さあ再びランプへ投入しました。同じく中央突破を展開しようとしましたが、しかしこれは翔英対応します。サードダウンに変わります。九州熊本マーベリックランニングバック26番国広修斗選手、タックルを巧みにかわしまして1ヤードのゲイン。九州熊本マーベリックスサードダウン6、ファーストダウンまで残り6ヤード、ボールオンは自陣49ヤード。パス不成功、ラストダウン。クォーターバック5番中央切り込んだ16番にパスを投じましたが、しかしこのパス通らず、パス不成功でフォースダウンに変わります。惜しくもインコンプリート。マーベリックスラストダウン、九州熊本マーベリックスフォースダウン6、パントフォーメーション。ナイスパン、ここでコースタイ、ここでパンターコーター素晴らしいパントを披露し、再び翔英を翔英陣6ヤード付近に押し込める形で攻守交代となります。マーベリックス、ここはパンターのクォーターが素晴らしい妙技を披露し、現在不利な状況をこのパント自らの足で回復させていっております。さあ攻撃権変わりまして、翔英ブラザーズの攻撃になります。翔英自陣6ヤードからファーストダウン10番プレッシャーを感じながらスクランブルと見せかけ左に展開した12番にパス、12番これを倒れ込みながらキャッチし約7ヤードのゲインに変えています。ワイドレシーバー12番、見事な判断でパスを投じましたのはクォーターバック2番の選手のパス、2番の山西、取りましたのは12番の井上でした。ショーエイブレイザーズセカンドダウン、ショーエイブレイザーズセカンドダウン3、失礼としました、7ヤードのゲイン、翔英ブレイザーズセカンドダウン。これはマーベリックスナイスディフェンス、この3ヤードを32番の足で突破を図ろうとしましたが、しかしここはマーベリックスのディフェンス陣40番が対応しまして、このランプレーをロスに変えています。翔英ブレイザーズ中央を突きましたが、九州熊本見事な対応したのは40番の吉田でした。鹿児島大学出身、吉田健人選手がタックル、ただいまのプレーにより3ヤードのロス。翔英サーダウン6、サードダウン、新たなファーストダウンまで残り6ヤード。プレーアクションから中央切れ込んだワイドレシーバー15番にパス、これを15番見事にキャッチ、攻撃権更新、翔英パスター山西選手よりワイドレシーバー15番、鮮やかなプレーアクション決めましたクォーターバック2番の山西、取りましたワイドレシーバー15番は2勝でした。自陣22ヤード付近よりファースター、さあ翔英ボールオン、自陣22ヤードに入りましたファースター10、今度はランニングバックに託しまして中央ウェダランプレー、キャリア32番、密集点になだれ込むように約5ヤードのゲインとしています。ショーエブレザーズランニングバック32番、野田智彦選手の中央プレー、キャリア32番は野田です。タックルとしましたのは
九州熊本マーブリックス。ディフェンスライン41番木村進選手。ショーエイブレザーズセカンドダウン。ショーエイブレザーズセカンドダウン。ファーストダウンまで残り5ヤード。ファースター32番ダニマック32番ハンドオフを託され相手のディフェンスを判断し右にカットバック。この判断構想し攻撃権更新です。ショーエイブレザーズファースター。タニア・デル・ファースター。今度はショーエイ32番の野田がその見脚を披露しています。ショーエイ自陣33ヤードからファースターアウト。ナイスディフェンス。ここでクォーターバック2番ハンドオフオプションで自らキープを展開しようとしましたが、しかしここで九州熊本マーベリックス41番見事に対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインでとどめております。熊本マーベリックス41番は木村でした。早稲田大学出身正人選手がタックル1ヤードゲインに抑えています。ショーエイブレイザーズセカンドダウン。ファーストまで残り9ヤード。ショーエイブレイザーズセカンドダウン9。クォーターバック2番下がりまして、ワイドレシーバー17番にパスを投じましたがパスがショート、サードダウンに変わります。ショーエイブレザーズ自陣34ヤードからサードダウン9。プレッシャーセットする中、素晴らしいフットワークでそのプレッシャーをかわし、そこからスクラム、右オープン展開し、自らの体を伸び上がるように伸ばしまして攻撃権更新。ファースター鮮やかなスクラムで攻撃権更新を果たしましたのはショーエイブレザーズクォーターバック日本やるし45ヤード付近ファースター。さあ翔英自陣44ヤードからのファーストアンテン。中央ランプレー、今度はキャリア29番に託しまして密集点を突破、約5ヤードのゲインを果たしています。梶原拓也選手の中央プレー、ここでホイッスル、5ヤードのゲイン。チームタイムアウト、ショーエイブレザーズ1回目。ショーエイ、ここで前半1回目のタイムアウトを投入します。ただいまでの得点はショーエイブレザーズが7点、九州熊本マーベリックスは0点。前半終了まで残り1分44秒、ショーエイブレザーズ前半1回目のチームタイムアウトの要求です。ショーエイタイムアウトを溶け出して試合再開となります。ボールオンはハーフウェイ。ショーエイブレザーズセカンドダウン、セカンドダウン5。ショーエイブレザーズのチームタイムアウトが溶けまして、ショーエイブレザーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。
パス不成功。ここで一気にエンドゾーンでランとするロングパス、ターゲット15番、しかしそのパスをオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。パスインコンプリート、ガンアスにサードダウン。ショーエイブラーズサードダウン5、ボールオンハーフウェイ。パスは成功、しかしレシーバーその時にキャッチした際膝をついてしまいました。その時点でプレーは結果的に終了という格好になりまして、フォースダウンになります。パスは成功しましたが、ただいまのプレーにより3ヤードのロス。ラストダウン、ショーエーフォースダウン、フォースダウンセブン、プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル。クイックパンで、翔英はクイックパントを投入しました。いわゆるプレーを行うと見せかけ、早いタイミングで行うクイックパントです。この結果、マーベリックスはリターナーを準備することができなかったため、このパントかなり高位置でプレーが終了する形になりました。九州熊本マーベリックス自陣11ヤードからの攻撃となります。九州熊本マーベリックスファーストダウン10。ここで一発ロングパスが通りました。目が覚めるようなロングパス、クォーターバック5番、一気にこの状況を覆すロングパスを決めました。九州熊本マーベリックス、タッチダウンにより6点獲得となっています。タッチダウン6点を返しています。そしてトライフォーポイントに入ります。パスをキャッチいたしましたのは10、しかしこのトライフォーポイント失敗、キック失敗となりました。したがいまして、熊本マーベリックス6点止まり、九州熊本マーベリックス6点、ショーエイブラーズ7点、現在その差1点という状況に変わりました。ただいまの得点、ショーエイブラーズ7点、九州熊本マーベリックス6点。非常に厳しい状況展開になるかと思われましたが、ここで九州熊本マーベリックス素晴らしいロングパスが一発発生しました。これによりまして、一気にタッチダウンによりその差を詰め寄る形に成功しています。しかしトライフォーポイントが失敗したその1点の差、これが最終的にどのように影響するでしょうか。大変面白い展開になってまいりました。さあ、その九州熊本マーベリックスのキックオフで試合再開となります。ショーエはどうやらオンサイドを警戒してかフロントに選手を固めました。さあ、ショーエリターンに入ります。7番なんとか解散というところでしたが、自陣23ヤード金でボールデッド。この位置で攻守、この位置で翔英ブレザーズの攻撃となります。22ヤードヒールファースダウン、失礼いたしました、自陣23ヤードヒールファースダウン。
ショーウェイブラザーズファーストアンテン。前半終了まで残り17秒。さあランプレーで入ります。キャリア32番、右オフタックル突破しまして、約5ヤードのゲイン。32番、野田智彦選手の中央プレー。ハーフタイム、前半終了です。ここで前半戦終了となりました。前半が終了し、ただいまの得点はショーウェイブレイザーズ7点、前半終了となりました。ショーウェイブレイザーズ7点、九州熊本マーベリックス6点、その差1点で前半戦終了となっております。12分間です。X リーグジュニアトーナメント準決勝はそのカードにふさわしい緊迫した展開となりました。前半双方ともにタッチダウン、その差わずかトライフォーポイントの成否による1点差。さあ後半戦どのような試合になっていくでしょうか。このハーフタイムの双方の作戦タイム注目です。配信もここで一旦インターバルとさせていただきます。